山村歳介文化4年9月19日は、江戸時代後期の地理学者。父は、土浦藩士の山村正重、母は牧。歳介は、通称で、縄は正自由は使命、合に、無誘道人。山村歳介、海一蘭図、国立公文書館所蔵江戸に生まれる。幼少から地理学を好み、完成元年、母方の叔父、市川関西の紹介により、 大月玄卓の知ん堂に入門した。塾内では玄卓四天皇の一人とされ、蘭学者番付では西関分けとなっている。彼は蘭学者としては唯一世界地理や西洋史を研究した人物で、今日は2年にはオランダ語地理書から訳出し、荒井白石町の祭壇遺言に訂正、補足を施し、総合世界地理書訂正増薬祭壇遺言としてまとめた。 これは、18世紀の日本の世界地理書の総決算と言うべきものであり、文化元年には、死の大月玄卓及び江戸幕府に献上し、他方、幕名により、ロシア国史をまとめた。白石、祭壇遺言は刊行されなかったものの、写本の形で留付しており、祭助はこれに、東西の地理書を収集、翻訳すると,とともに、当時の日本における地理情報も参照して、 低性造薬災難遺伝を完成させた。この業績は、平田厚種、豊田天皇、渡辺火山、吉田松陰など、各方面において、その世界認識に大きな影響を及ぼした。この後、薬工である、新薬東西勇気などを表した。他、秋代のイエズス会士、ジュリオアレーニによる、地理書、食家撃を検証した、明治翻訳版国図説交渉。 同門の橋本総吉の誤りを訂正したオランダ新薬地理ン図などがある38歳で死去。写本を通じて幕末基地式人の海外知識に関する情報源となったものの著作は生前に交換されず没後交換された著作は一般受けする内容の西洋雑記の他に表説本、海外人物集、改正海外書等図説にとどまる。大正年。 十五位を追贈された。ありがとうございます。